佐藤隆博は、日本の政治家、元通産官僚、山形市長。山形市において、戦後最年少及び金沢忠夫の就任以来49年不利となる保守警視庁。1975年、北海道函館市で生まれる。小学校を卒業後に、東京都に転居し、東京都立日比谷高等学校、東京大学法学部を卒業。2000年4月、 通商産業省に入省。中小企業庁で税制改正、会社法、会計関連制度改正の提言の取りまとめに関わる。2003年4月、通商産業省を退官し、8月に台東区の谷中銀座におにぎり専門店を開業するが短期間で廃業。2005年2月、日本経営合理化協会に勤め。 2007年3月から2011年まで東京財団に勤務。研究員として会社の本質と資本主義の変質研究、税と社会保障の一体化研究を担当した。2011年9月12日、山形市長選挙に無所属で出馬するが、同月18日の投開票の結果、現職の市川昭雄に敗れ落選。 落選後に2015年の山形市長選挙への立候補を宣言し、山形市に転居、政治活動をはじめ、2015年までの間に33の講演会を組織した。2013年、NPO チーム、山形シティを設立し、同年に市民のための山形検定実行委員会を立ち上げ、実行委員長に就任する。2015年9月7日、 山形市長選挙に無所属で出馬。同月13日の投開票で、元防衛省職員の梅津常成らを破り、初当選。9月28日、市長就任。当日有権者数、20万2997人。最終投票率 56.、56.94%2019 年9月8日投開票の、同市長選挙で、 共産党県委員の石川渡を大差で破り、再選。当日有権者数20万5560人、最終投票率 39.08%2015 年9月28日、公約に掲げた健康医療先進都市実現に向けたプロジェクトチームの発足や、市川前市長の決定した保育料値上げの撤回や、第3子以降の認可保育園。 幼稚園の保育料無料化を表明した。10月15日の市議会本会議で第3市以降の保育料無料化に関する第一市の年齢要件を18歳未満に引き上げ2016年度から実施する方針を示した。また、就任前に河北新報の取材に対し公約に掲げた人口30万人都市実現のために 周辺都市との合併も視野に入れていると答えている。2016年8月26日、中核市以降及び健康医療先進都市実現を目的として、霞町セントラルに設置されている市町村保健センターを統合して新たに保健所を設置する方針を決定。従来行っている健康増進に加え、感染予防対策や衛生関連業などの業務も担当させることを 想定している。10月31日には、山形大学医学部との間に、健康医療先進都市実現を目指すための、包括連携協定を締結した。2015年9月14日、山形新聞の取材に対し、仙台市との連携を促進するため、仙山線高速化や、二口トンネルの整備を進めると主張した。また、河北新報の取材では、企業誘致や、 観光地への誘客、職員の人事交流などの包括的な連携協定の締結を目指すとし、10月6日には仙台市長の奥山恵美子と会談し、連携強化を進めることで合意した。2016年2月15日、13連携具体化のために、部局横断型のプロジェクトチームを発足させる方針を決定。5月18日にプロジェクトチームが発足し、 ビジネス連携支援、観光、交流、交通網、防災の分野での連携を目指している。十一月二日に連携協定を締結し、防災、観光、交流、ビジネス支援、交通ネットワークなどを主要な連携分野に定め、一年ごとの自動更新とした。二千十六年五月十六日、二千二十年夏季オリンピックに向けて、サモア、台湾、ベトナム、 太陽国を対象としたホストタウン登録申請を行うことを決定し、19日に鶴岡市、村山市と共に申請した。6月14日に選定結果が公表され、サモア、台湾、太陽国を対象としたホストタウンに登録された。佐藤はホストタウン選定を通しての都市間交流促進を目指し、在日サモア大使館や台北中日経済文化、 代表どころを訪問しロビー活動を行っていた。2015年7月23日、市川前市長が掲げたモンテリオ山形の本拠地移転について、本拠地は天道市、本拠地の奪い合いを避け、試合の一部を新スタジアムで行うと主張し、天道市との試合の住み分けを掲げた。ありがとうございます。